はい、では皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。おもちゲームズのおもちです。今回ですけども、ミキサーのね、まあ、開催予想日についてね、話していきたいと思います。ってわけなんですけども、ちょっと今めちゃくちゃ喉痛くて、まあ、声的にはね、まあ、そこまで変じゃないと思うんですけども、なんとかね、喉の痛みに耐えながらね、撮影していきたいと思います。めちゃくちゃ噛んだけど、というわけで、早速、どうぞ。というわけでね、まあ、まずミキサーなんですけども、ミキサーに関してね、まあ、まずね、最初、始めたばかりの方とかはね、まだわかんない方も多いと思うんですけども、ミキサーっていうのはね、まあ、基本的に2つミキサー分かれていて、まあ、通常のノーマルミキサーと、あと、10チームミキサーということで、まあ、片方の方はね、ノーマルミキサーの方は、3枚でね、まあ、3人の S ランクを混ぜたら、まあ、1人 S ランクランダムから出るんですけども、まあ、そちらの方に関してはね、まあ、基本的に引くのはおすすめできないかなと思います。まあ、確率で言うとね、ほんと全球団の全 S ランクから当たるんで、まあ、かなりね、狙いの選手を絞れにくくて、本当にね、まあ、引きにくいのかなとは思います。で、もう片方の方が10チーム S ランク、10チームミキサーで、まあ、そちらの方はね、まあ、5枚 S ランクがかかるんですけども、その代わりね、まあ、自分の10チームを好きなチームを選べて、まあ、そこからね、まあ、S ランクを引けるということで、基本的にね、今だったらまあ10人とか、まあ、結構少ない確率で狙えるんで、まあ、純正勢とかはね、本当におすすめられないミキサーなのかなと思います。まあ、ただですね、まあ、後からも言うんですけど、ミキサーはね、まあ、本当に暴走ミキサー僕も過去に何度もしてきましたけど、まあ、それはね、まあ、本当に気をつけた方がいいかなと思います。続いてね、まあ、開催予想日ですね。まあ、今までのね、例年をね、振り返ってみると、昨年ね、2023年は5月25日ということで、まあ、昨年ね、プロスペースで来た方だったらわかると思うんですけども、まあ、本当にね、次の更新こそ出るという感じで言われてたんですけど、本当なかなか出ずにね、まあ、過去の中では一番遅かった5月25日ということで、まあ、5月の下旬ですね。まあ、かなり遅かったのかなと思います。まあ、僕もね、本当毎週ね、次の更新かなと楽しみにしつつで、まあ、全然来なかったんでね、本当に S ランクとかもめちゃくちゃ溜まってて、まあ、一気にミキサーしたような記憶があります。まあ、なんでね、皆さんぜひ、まあ、S ランクに溜まってる方とかはね、まあ、ミキサー開催の日にね、どんどんミキサーするのも、まあ、なしではないのかなと思います。まあ、特にね、純正勢の方は、ま、全然ありなのかなと思います。その前のね、まあ、2022年に関しては5月20日ですね。まあ、5月20日なんで、まあまあまあ似たような感じかな。5月の3週目とかですかね。で、その前の2021年が5月の12日ですね。まあ、この時まではね、ほんと5月のね、まあ、前半の方で登場していたんで、まあ、その前のね、2020年もね、5月11日なんで、まあ、本当はね、まあ、例年は5月の最初なのかなと思ってたんですけど、ここね、最近はね、5月の中盤から後半にかけて登場してるんで、まあ、今年もね、まあ、そのような形で5月の後半にね、登場してくる可能性の方が高いのかなと思います。ただね、全然、今まではね、5月の前半とかでも登場していたんで、まだね、次の更新とかでね、まあ、ミキサーが登場してくる可能性は全然なくはないのかなと思います。まあ、5月10日ですし、まあ、ここでね、登場してきてくれたら、まあ、S ランクの登場選手に関してもね、まあ、各チーム今のところ10人かな、S ランク。まあ、なんで次の更新合わせたら、ま、11人ぐらいだと思うんで、まあ、全然ね、ミキサー、10チームミキサーとかでも狙いやすいですし、この辺でね、ミキサー登場してきてくれたらかなりね、熱いかなと思います。まあ、ただ最近のね、まあ、コナミの運営側さんからね、本当、まあ、ちょっと厳しめなんでね、まあ、ちょっと出なそうなような気もしますけども、まあ、5月のね、前半の方で登場してね、まあ、少しでもね、S ランクの選手が少なくて狙いやすいような感じでね、出してくれたら熱いかなと思います。続いてね、今現在のね、おすすめミキサー自チーム球団ですね。まあ、まずはやっぱソフトバンクかなと思います。なんならもうソフトバンク一強かなと思います。ソフトバンクはやっぱ牧原選手がね、今年からラインドライブになったんでかなり強いですし、あと近藤選手もね、まあ、文句なしに強い。まあ、コンちゃんはね、ガチエグいですよね。あと、萌音の選手もね、今のとこ先発適性もついて、まあ、先発中継ぎ抑えた規制全部持ってて、この球種でね、この得の、マジで強いですね。まあ、ま、藤井選手はね、まあ、正直弱体化しちゃったんで、まあ、そこまで強くないですけども、山川選手もね、アーチストレッシュ。あと、大川選手もね、パワーヒ降格チャンスですし、なんか、又吉選手とかもね、結構リアタイでもなんか使えるみたいな噂を聞きましたし、あと、甲斐選手もね、キャッチャーの中だったらめちゃくちゃ裏捨てとかも高いんで、まあ、本当に強いのかなと思います。まあ、当たりで言うとね、今のところあったら10分の1、2、3、4、5、6、7とか、もうそんぐらいですから、もう本当にね、
まあ、めちゃくちゃおすすめな球団なのかなと思います。まあ、もちろんね、純正やってる方はもう自分のね純正の球団で回すのが一番ですけども、まあ、そうじゃない方でね、まあ、ミキサーしたい方は、まあ、ランダムミキサー、まあ、3人の方のミキサーするよりは10チームミキサーでね、まあ、ソフトバンクとかで回した方がいいのかなと思います。まあ、あとはね S ランクをスピリッツ解放のためにね S ランク使ったりとか、まあ、そっちの方がね、まあ、いいかなと思いますし、まあ、あとは S ランクをねミキサーとかせずに、まあ、ひたすら貯めていくとか、まあ、コレクションのようにね貯めていくのもまあいいのかなと思います。まあ、あとどこの球団がおすすめですかね。まあ、ちょっとあと巨人から、まあ、ジャイアンツもね結構強いような気がしますね。まあ、丸選手はね守備適性が弱体化してましたけども、一応ね TS でも登場してましたし、まあ、グリフィンとかね、まあ、吉川尚輝選手も結構強いですしね。まあ、あと岡本選手弱体化しちゃいましたからね。まあ、そこがね、まあ、結構厳しいところなのかなと思います。まあ、やっぱね回すならソフトバンクが一強な気がしますね。まあ、なんでソフトバンクおすすめかなと思います。はい、続いてですけども、こちらのなんか応援団球団キャンペーンということで今現在来てますけども、ゴールデンウィーク中にね、まあちょっとねコインなんだっけスタミナ半分間は来てませんでしたけども、これはね結構熱いかなと思います。特にねやっぱ純正勢とかの方はね本当に結構神イベでね、まあ、育成とかもはかどると思うんで、僕含めてねやっぱ育成、まあ、あの純正勢の方はどんどん進めていくのはありかなと思います。やっぱゴールデンウィークね結構、まあ、時間あるよって方もいると思いますし、エナジーをねここでねこの育成に使うのやっぱもったいないなと思っている方も結構いると思うんですけども、まあ、個人的には結構ねやっぱ育成にエナジー使うのもありなのかなと思います。まあ確かにね、まあ、結構普段のね、まあ、日常からスタミナをちゃんと消費してればそこでね、まあ、育成結構できると思うんですけども、まあ、やっぱりそれだけじゃやっぱ足りないと思いますし、特殊能力とかもねマックスまで上げるとしたらかなりエナジーとかも必要になってくると思うんで、このタイミングでね、まあ、結構エナジーをね使って育成していくのはありなのかなと思います。まあガチャでね回したりするエナジーの使い方もいいと思うんですけど、まあ個人的にはイベント走ったりとかね、まあスタミナ育成の方にエナジー使っていくのもね全然なしじゃないと思います。まああとはねパリーグ杯セリーグ杯タイブレイク杯もね明日から登場すると思うんで、まあそれに向けてね育成してない方は一気に育成するのもねありかなと思います。僕個人的にもねパリーグ杯の方参加しようかなと思ってるんですけども、全然育成してないんで、まあちょっとこの後ね育成しようかなと思ってます。まああとはねリアタイの練習もねまあ全然やってないんで、まあちょっとリアタイの練習もしていかなきゃやばいなと思いつつ前日を迎えてます。まあなんとかねパリーグ杯リボンだけは取りたいんで、まあ最悪ね、まあ、ゴキブリ戦法というひたすらやり込んでレートをね上げていくっていう、もうもう精神やむぐらいの気持ちでいきますけども、まあ、なんとかねリボンだけは取りたいなと思います。ファンでぜひ配信やるんでね応援してくれたらめちゃくちゃ嬉しいんでよろしくお願いします。育成の方ラスト頑張っていきます。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ皆さんチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。とプロスペースのフォローとかね、まあ、X インスタのフォローの方もよろしくお願いします。今 X でね、まあ、ゴールデンウィーク無料スカウトゴールデンの方のね結果をね毎日募集してるんで、もしよかったらねそちらの方に送ってくれたらめちゃくちゃ嬉しいんでよろしくお願いします。僕もね、まあ、一応 S ランク1人引いたんで、まあ、まあまあ良かったかなと思います。岡林選手の S ランクをね昨日引いたんで、まあ、個人的にはもう勝ちですかね。まあ、S ランク1人でも引けた時点でねもう勝ちだと思ってるんで、結構最高の結果かなと思います。まあ、今日もね、まあ、全部 B ランクだったんですけども、まあ、明日もねありますし明後日もあるんで、まあ、神引き目もう一回できたらいいなと思います。ぜひ皆さんね今のところの結果の方もコメントで教えてくれたらめちゃくちゃ嬉しいですまあ岡林選手ね、まあ、ちょっとミキサー要因いやーまあ取っとこうかな、せっかくだし岡林選手、まあ、取っとこうと思いながらも毎回ね取っとかないのが僕なんですけども、取っていきたいなとは思ってます。まあ、パリーグの選手だったらね今回パリーグ杯のためにね使えたんですけども、まあちょっと一人もね最新シリーズいないままパリーグ杯このオーダーでいこうかなと思います。いやちょっとやっぱスピードね低すぎるよね。まあほんと最新選手がやっぱ誰もいないんでね、まあそこは結構問題かなとは思うんですけども、まあ最近あんまプロスピやってなかったんでね、まあそこはしゃあないのかなと思います。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。ごちちー。